ティラスポリのトロリーバスと市街風景ティラスポリはモルドバ共和国の東部に位置する都市。モルドバ共和国の首都であるキシナウに次ぐ第三の都市である。ドニエストル川東岸の下半に位置し、モルドバ共和国から事実上分離し、独立を主張しているソイドニエストル共和国の首都でもある。ソビエト連邦の崩壊に伴い独立した。 モルドバ中央政府と対峙しているソイドニエストル、共和国の首都であるため、市内にはソ連時代を商用する記念碑や銅像がそのまま残っている。政府ビル前には、霊人像が立つほか、大祖国戦争でソ連を対独勝利に導いた T-34 戦車が広場の記念碑として飾られている。またアフガニスタン侵攻や、 モルドバとソイドニエストルトの1992年の衝突の記念碑が立っている。その結果、ロシア連邦軍が駐留するようになった。家具や電気など軽工業の工場が立地する。ティラスポリは1792年に第二次ロト戦争を戦ったロシア帝国の軍人、アレクサンドルスボーロフによって建設された。かつてこの地には古代ギリシアのポリスミレトスが、 紀元前600年頃に作った植民地ティラスがあった。中世にはモルドバ人の都市スクレアベケがあったが1787年にオスマン帝国軍に放火された。この町の跡地の近くにオスマン帝国との国境を守る砦としてティラスポリが築かれた。ティラスポリの名はドニエストル川を指す古代にイリシア語のティラスと都市を表すポリスを合わせたものである。 1812年までにドニエストル川の対岸にあたるモルダビア公国の東半分もロシア帝国領となりティラスポリ周辺にはロシア人やウクライナ人が入植した第一次世界大戦後にはベッサラビアはルーマニア領となったがドニエストル川東岸はソビエト連邦のウクライナ社会主義ソビエト共和国の モルダビア自治ソビエト社会主義共和国となり、ルーマニア人が多数を占める地域となっていた。ティラスポリは1929年から1940年まで共和国の首都となった。1940年、独ソ不可侵条約の秘密議定書によりベッサラビアは、ルーマニアからソ連に割譲されて、モルダビアソビエト社会主義共和国が設立され、ティラスポリ周辺も、 その一部に編入された。独祖戦に伴い、ティラスポリにもナチスドイツ軍とその同盟国であるルーマニア軍が侵入し、一時的にルーマニア領となった。1990年以後、ティラスポリはベンデルと共にソイドニエストル共和国として独立を宣言し、以後その事実上の首都となっている。1989年の段階で死の人口は19万人。 うち41%がロシア人で32%がウクライナ人18、18%がモルドバ人だった。その後のソイドニエストルの分離独立宣言と武力衝突によりモルドバ人が流出したほか、ユダヤ人も海外へ移民し、人口は減少した。2004年の国勢調査では人口は158,069人となっている。19世紀末には、 ユダヤ人人口が増加し、1897年には8668人と人口の27%を占めた。第二次世界大戦前も30%近くはユダヤ人であったが、ナチスドイツの侵攻によりユダヤ人は激減した。その後、戦後には1万人ほどに回復したと見られているが、1990年以後の海外流出により2007年の ユダヤ人人口は2200人となっている。市内では、シナゴーグやユダヤ人墓地への攻撃など、ユダヤ人に対する迫害が起きた。ありがとうございます。